どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。ナミさんの方からね、変化に必要な3つのステップということでお話しいただいたんですけども、私もね、自分の人生を振り返って他の人に当てはまるかどうか分かりませんけども、まあ、変化してきた人生っていうのはどこにきっかけがあったのかなってことをね、考えてみたいと思いますね。まず一つは、私はね、やっぱり収入とか仕事ってものがね、一番大きく変わったのが、サラリーマンを辞めた時ですね。これは20代で辞めたんですけども、27か28で辞めたんですけども、それまではずっと決まった、お給料をもらいながら決まった仕事をね、ずっとやっていたんですけども、辞めた時って仕事がなくなるわけじゃないですか。で、当然ですけども、収入もなくなりますよね。収入がなくなるってことも一つの変化だと思うんですよ。あまり嬉しくないですけどもね。で、そこで一つ、私は、このまんま、ここにいたんじゃダメだなと思って、もっとね、自分を変えるために引っ越しをしたんですよ。で、今私が住んでいるところから100キロほど離れた広島市中心部に引っ越しました。そうすると新しい人間関係に囲まれて、新しい都市部ならではの仕事があってっていうことで、自分をね、変化させることができるんじゃないかなと思ったんですよ。ですんで、住む場所を変えたっていうのが2つ目ですね。一つ目は仕事を変えたわけです。まあこの段階では仕事を辞めたと言ってもいいですけども、仕事を辞めて、仕事を変えて、住む場所を変えました。住む場所を変えると当然ですけども、それまでの人間関係、さらには職場での人間関係がなくなるわけですから、全く違う人間関係に囲まれることになったんですよね。で、その一番最初の人間関係は、私はですね、麻雀店だったんですよね。レジャーで、麻雀の方にずっとサラリーマン時代行けなかったんで、入り浸るようになりました。それこそ700万円ぐらいあったね、退職した時の、お金が半年でなくなるぐらい、とにかく麻雀に通ったんですよ。で、そこで麻雀をしていると、いつも来てる人みたいになるわけですよね。仕事何やってんのみたいな感じになるわけですよね。その中で興味を持っていただいて、コミュニケーションが始まってってことだったんですけども、当時私はね、仕事をやってませんでしたし、それから引っ越したばかりでね、体も空いていたんで、お金もありましたんでね、いつもいつもなんかプータローのように過ごしていた、そんな20代ギリギリ29、30ぐらいの男だったわけですけども、でもその中でね、いろんな仕事に誘われましたね。やっぱりね、体が空いている、まだ若い男性ということでね。で、そうやってだんだん人の縁から新しい仕事ができてきて、でもなかなか収入がね、思ったように取れなかったんで、それから10年経ってからなんですけども、私はずっと今までやってきた、つまり会社に勤めてお金をもらうっていう仕事を辞めてですね、ネットビジネスっていう風に切り替えて、誰にも雇われずに自分で集客して、自分で商品を作って、自分でセールスをするっていう、この世界に来たわけですよね。そうすると売り上げが立ち始めて、収入がそれまで不安定だったものが安定しだしたって形です。しかもいい感じで安定しましたね。だからそういうふうに振り返ってみると、まずは仕事を変えた、住むところを変えた、人間関係が変わってきたっていうところで、結果的に収入も変わってきたのかなと、そういうね、十数年でしたね。ただし本当に十数年かかりましたんで、途中アルバイトで食いつないだりとかね、ホームレスになったりとかっていうのはしましたんで、そこで一つ一つ落胆しないこととか絶望しないことが大事だったのかなと思ってます。はい、今日は自分の人生を振り返ってのことだったんでね、どこまで参考になるか分かりませんけども、でも今当時と違ってもう50になりましたんで、40から始めたネットビジネスもだんだん形を変えてですね、今は投資事が主になってるのかな。で、コンテンツ販売とかね、速稼塾も未だに新規の入塾生とか来てくださいますしね、新しく始めた FX の取り組み、 FX オリガルヒも参加者がどんどん増えていってですね、やっぱこう利益を追求する人、貪欲に勝ちたい人に、私自身の環境がこうやってなってみると、稼がせるために伝え方も気をつけないといけないですしね、それから受け取っていただけるだけの信用もつけないといけないんで、今そちらのサポートがとても心地いいところかなと思います。はい、でもね、会社に勤めていた時ってミッションが見出せませんでした。やっぱり上司に気に入られようとか成績を出そうって思ったんですけども、お客さんに評価されようっていう気持ちはもしかしたら低かったかもしれないですね。今は直接お客様ですから、だから自分の行動、立ち振る舞い、レスポンス、全てがお客様に対する信用という評価になるのかなと思って
背筋をね、正す思いでございます。それではお疲れ様です。